2016FIFAU-17 女子ワールドカップは2016年9月30日から10月21日にかけてヨルダンで開催された第5回目の FIFAU-17 女子ワールドカップである。2013年12月に行われた FIFA 理事会で開催国が決まった。北朝鮮が4大会ぶり2回目の優勝を果たした。各チームの登録人数は21人。 年齢制限は、誕生日が1999年1月1日以降の選手。出場枠の配分は2014年6月にブラジルで行われたフィファ理事会で決定した。組み合わせは2016年5月30日に行われて、組み合わせが決まった。グループ A メキシコ V ニュージーランドヨルダン V スペイン。スペイン V ニュージーランドヨルダン V メキシコニュージーランド。 V オルダンスペイン V メキシコグループ V ベネズエラ V ドイツカメルーン V カナダベネズエラ V カメルーンドイツ V カナダカナダ V ベネズエラドイツ V カメルーングループ C ナイジェリア V ブラジルイングランド V 北朝鮮ナイジェリア V イングランドブラジル V 北朝鮮北朝鮮 V ナイジェリアブラジル V イングランドグループ D ガーナ V 日本アメリカ合衆国 V パラグアイアメリカ合衆国 V ガーナパラグアイ V 日本日本 V アメリカ 合衆国パラグアイ V ガーナ、準々決勝メキシコ V ベネズエラドイツ V スペイン、北朝鮮 V ガーナ日本 V イングランド、準決勝ベネズエラ V 北朝鮮スペイン V 日本3位、決定戦ベネズエラ V スペイン決勝北朝鮮 V 日本以下の賞が、選手個人及びチームに授与された。 ジョーダン2016オフィシャル、マッチスケジュールアンウンスト2015年8月10日 FIFA.com、ハットフィ f ファローンチズ 2014FIFA、ワールドカップレガシートラスト2013年12月5日 FIFA.com、レニュレーションズ FIFAU-17 ウィメンズ WORLDCUPJORTAN2016-FIFA.com、ハット、ディシジョンズテイクンバイザー、 FIFA EXECTIVE COMITTY CONCERNING WIMENDS COMPITITIONS2016FIFA.COM2015 年2月14日閲覧ドローセッツ雑誌インフォージョーダー2016から2016年5月30日 FIFA.COM 試合日程 -fifa.com 夏時間 FIFAU-17WIMENDS WORLD CUP Hours FIFA 公式サイトありがとうございます